どうも、ヤクタウンです。毎日 YouTube でいろんな飲食店さん紹介してるんですが、なんとですね、今日は特別編になります。年明けうどんの紹介で、しかも県外となります。はい、ということで今日は佐賀県貴島郡大町町にあるうどん屋さんを紹介していこうと思います。そちらのお店、最寄り駅は江北駅で、だいたい約 3.4 キロ程度離れた位置。食べログの点数は 3.11 点で、 Google の点数が3.8 点となっていました。定休日は毎週火曜日と毎週金曜日、営業時間は11時から15時まで、そして夜が17時半から21時まで、ラストオーダーは閉店30分前となります。ということで到着です。どうも、ヤクタウンです。今日はですね、香川県ではなく、なんと佐賀県の方に来ております。じゃあなんで僕が佐賀県にいるかっていうとですね、イベントがあるからなんですよね。そのイベントっていうのはもう毎年やられてます、全国年明けうどん大会2022 in 讃岐、12月の3日土曜日、そして4日日曜日と、サンメシ香川でやるんですよね。このイベント当日も日本各地から22店ご当地の年明けうどんが出店されます。その中でも新規店舗が3店舗ありまして、埼玉名物肉汁うどん、久留米の橘うどん、そしてこちらめちゃくちゃ楽しみです、佐賀のうどん。それでは入店していきましょう。こちら佐賀県貴島郡大町町のうどん屋さんになります。こんにちは。あ、こんにちは。一人です。どうぞ。はい、大町町は昔貴島炭鉱っていう炭鉱町として栄えてたみたいなんですけど、当時その炭鉱マンに愛されていたのがタロメンうどんです。でもそのタロメンうどんを出してるお店が閉店してしまって、一度その町からタロメンうどんっていうのがなくなったみたいなんですよね。ただその幻の味をこう有志が集まって復活させようってなったのが今回の大町タロメンになります。こんにちは。こんにちは。はい、メニューをご覧ください。はい、そしたら、はい、お待ちタロメンでお願いします。はい、そうですね、はい、間違いないと思います。はい、お願いします。はい、じゃあしばらくお待ちくださいね。はい、はい、もちろん年明けうどん大会で提供されるのも僕が今回頼んだ大町タロメンになります。それではメニュー表を見ていきます。うどんだけじゃなくてそばも取り扱ってて、あと麺類、丼物、あとカレーライスとかいろいろ出してるお店になります。で、今回頼んだ大町タロメンですが700円となってました。あとは定食物であったり単品も注文できたりします。ビールも置いてるんで、ちょっと一杯引っ掛けながらみたいな食べ方もできますね。このおじやうどんっていうのも家族庵さんでかなり人気なうどんということです。そして今回頼む大町タロメン、こんな大きなポスターがパンパンって貼られてるぐらい、こちらのお店でも一押しのメニューとなっています。ということで今日食べに来ているのは佐賀県貴島郡大町町にある家族庵さんになります。店内はこんな感じになってて、すごい天井も高くてめっちゃ落ち着くようなお店の作りとなっていました。テーブル席に座敷席もたくさん揃っています。そしてこちらですね、あの黄色いポスターがタロメンのポスターとなります。こちらのお店ではその当時の幻の味が復活されています。そして駐車場はこんな感じに、お店の横そして前に駐車スペース用意されています。はい、大町タロメンでございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。いただきます。それではいただきます。今回頼んだのは大町名物の大町タロメンになります。年明けうどん要素の赤い具材はこの上に乗ってるエビですね。木のレンゲがついてるので、だしというか、まあスープですかね、スープからいただいていきます。スープはもうほんといろんな具材の美味しさが出てる、こう染み出てるちゃんぽんみたいなスープだなってすごい思いました。いわゆるあの讃岐の魚介系のだしとは全然違うなってイメージです。牛骨、鶏ガラ、あと豚の頭肉をスープで取られてるということで、ほんと動物系がたっぷり使われてるんですよね。でそこに大量に炒められた野菜とか、あとエビのうまみも合わさってます。でさらに生姜もいっぱい入ってます。
でもスープがかなり濃厚だから生姜に味が全然負けてないんですよ。だから全体がキリッと味が締まるような感じでまとまってます。麺はかなり細くて平たい形のうどんです。これ佐賀でうどんとかそうめんで有名な本場神崎麺っていうのを使われているということです。すごいツルツルしてて結構柔らかめな食感でした。さぬきうどんとは違って一本一本が結構細めなんで、すごい誰でも食べやすいうどんだなって思います。ここで改めて具材についてなんですけど、キャベツに玉ねぎ、人参、あとキクラゲで生姜いっぱい入ってるのとエビが乗ってます。それにサイコロ状になったこの豚の頬肉ってやつも入ってます。これがまた味が濃くてすっごい美味しいんですよね。大町太郎麺のスープでも味付けられてるみたいです。赤身部分とあと脂身部分の両方が入ってて、もうなんかそれ噛むたびにすごいこのうどんの途中のアクセントになってめちゃくちゃ美味しかったです。エビも2尾入ってて、もうこれ入るだけで色味も綺麗でめっちゃいいですよね。あと生姜入ってるからもうあの食べてるともうだんだん体がもうポカポカしてきて、もう冬場とかに特にこのうどんめっちゃいいなって思いました。こちら大町町でもいくつか大町太郎麺を出してるお店ってあるんですけど、この今日食べてる家族庵さんは結構生姜を粗めに切って入れてるっていうことで、風味だけじゃなくてその食べた時の素材感も感じれるような大町太郎麺となっています。それでは今日の動画いいなって思ったらぜひ高評価、そしてチャンネル登録、身近な方や佐賀県出身の方にぜひこちらの動画、そしてこちらのお店おすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。本来その地域でしか食べられないうどんが12月の3日4日サメス香川である全国年明けうどん大会であれば、もうその会場で食べれるのでめっちゃいいと思います。事前予約制になってるのでぜひ皆さんもお越しください。そして今回紹介した家族庵さんの大町太郎麺なんですけど、これは結構動物スープだったじゃないですか。でも他の家族庵さんで出してるうどんは魚介系らしいんですよね。だからもうそっちもめっちゃ気になってます。ちなみにおじやうどんもかなりの人気メニューということなので、ぜひお店に直接行ける方はそちらも食べてみてくださいということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。全国年明けうどん大会なんですけど、これ来場するにはホームページからの事前予約が必須なんですよね。もうすでに埋まっている時間帯もあると思うんですが、下の概要欄の方にホームページ載せておきますので、ぜひそちらで確認してご予約してみてください。ちなみに僕3日4日と会場におりますので、ぜひ会いに来ていただければと思います。それではごちそうさまでした。ありがとうございます。はい。